同じ日本人の中でもちょっとこちらに、焦点を当ててみたいと思います。ドン、アイヌ人の起源ですね。まあよく言われるのはアイヌ人って見た感じもちょっと普通の日本人と違うと、それ目が青いとかね、それからアイヌ語はこれ明らかに日本語じゃないんですよね。文法も違うわけですよ。北海道の先住民族というね、なんかすごい、法的地位をね、得たような感じになっちゃってるんですけども、この謎を解いてみたいと思います。ちょっとね、押さえておきますけども、この岩宿時代は磨製石器が作られた3万8000年前から始まりましたよね。この時どんな時代だったかということなんですけども、3万8000年前は今と違って寒冷期ですので、とても寒くて海面の高さが今よりだいぶ低かったわけなんですね。北海道はどんな状態だったかといいますと、樺太とつながってました。樺太と北海道が同じ島になってたんですね。ですから大陸から陸続きで北海道に来ることもできたし、北海道から大陸に行くこともできました。ちょっと答えをもう最初に言っちゃいますけども、ちょっとこれ考えてほしいんですが、岩宿時代ね、この時代ね、3万8000年前から始まったこの岩宿時代に北海道に住んでたのは何人でしょうか。岩宿人なんですね。なので別にあの岩宿時代はアイヌ人は北海道には住んでません。ちょっとこれね、びっくりするかもしれませんが、一応これ、重要なことなので、もう最初に答えめいたことを言ってしまいます。アイヌ人が北海道に現れたのは13世紀です。アイヌ文化は13世紀より前は存在しません。13世紀って鎌倉時代後期です。わずか800年前に出現した新しい新民族です。先住民でも何でもないんです。まあこれはですね、もうね、もう一発でわかるの。分子生物学で答え出ちゃうんですよ。ミトコンドリア DNA、このハプロタイプを見たらもう一発でわかります。どういうふうにわかるかというと、まあ近世アイヌ人。まあ、近世というと、江戸時代とかそこら辺ですよね。江戸時代ぐらいのアイヌ人のミトコンドリア DNA のハプログループを見れば一目瞭然でわかるんですね。近世アイヌ人、つまり江戸時代のアイヌ人は北海道縄文人とオホーツク文化人の、まあ、混血です。アイヌ人というのはオホーツク文化人と北海道縄文人の混血です。この結果アイヌ人が生じています。ということは岩宿時代というのは縄文時代の前の時代ですよね。北海道に住んでいた岩宿人の先祖って誰って言ったらこれです。岩宿時代北海道に住んでいたのは、北海道岩宿人であり、その子孫が北海道縄文人ですよ。それが北方からやってきたオホーツク人、このオホーツク人って結構凶暴なんですよね。そしてガンガン北海道来て殺戮しまくって、北海道縄文人を多分犯しまくったんですよ。それで一時期、この5世紀から10世紀って書いてありますけども、北海道のほぼ全土がオホーツク文化に入れ替わったことがあるんですね。もともとの縄文文化がほぼ消滅して完全にオホーツク文化になっちゃったんですよ。でオホーツク文化ってどういう人たちかというと、シベリアの沿海、それからカラフト、カムチャッカ、ここら辺がオホーツク文化なんですね。このオホーツク文化の人たちが、北海道に上陸して侵略して、ほぼ制圧しちゃったのがこの約500年間です。5世紀から10世紀。はい。でその時にオホーツク文化人と北海道縄文人の混血がどんどん進んでいきます。でですね、アイヌ人のミトコンドリア DNA のですね、うち2割の頻度で現れるのが Y1 なんですよ。Y1。Y1 というのがまさにこれなんです。オホーツク文化なんですね。これ明らかに分かります。オホーツク周辺のですね、少数民族でいうと、例えばニブニっていう民族ありますけど、ニブニの7割が Y1 を持ってます。ウリチの約4割、ネギタールの2割、だから周辺のオホーツク周辺の民族の多くが Y1 を持っているので、 Y1 の震源地はオホーツク文化なんですね。で、アイヌ人のミトコンドリア DNA の2割にこの Y1 が現れると、これもともと縄文人 Y1 なんかないんで、Y1 というのはオホーツク文化の担い手なんですね。
はい、だから縄文人とオホーツク文化人が根血根血根血って進んでいくと、その後江戸時代近世以降、アイヌ人にワイワンが現れる。これはもう完全にオホーツクの血筋が入り込んでるということですね。だからもともとの縄文人の血統にオホーツク文化の血統が完全に根血してアイヌ人ができたということが、もうミトコンドリア DNA のハプログループから分かるんですよね。はい、それでいて北海道の縄文文化もこの磨製石器文化も全然これあのオホーツクとかシベリア文化とは別系統なんですね。だから文化的にも、ね、アイヌの先祖がもともとのね、その北海道の原住民は、シベリア系とかロシア系ということはもう完全にもう否定されます。文化系統からも分かりますし、言語系統からも分かります。なんでアイヌ人が喋る言葉は日本語じゃないのって、これオホーツク文化だからですよ。それは別の言語になりますわね。だってもともと北海道に住んでいた縄文人なんかほとんど駆逐されちゃったんですから。だから奴隷としてですね、ね、それこそ女性は戦利品みたいな話になっちゃってて、そこでオホーツク文化になったわけなんですね。だからここでまず一つ明らかに分かることは、アイヌ人は北海道の先住民ではなかったということです。北海道の先住民は縄文人です。それは岩宿人です。さっきね、現日本人って前々回言いましたけど、それが北海道から沖縄までの先住民なのであって、それよりも前だって、ウホウホっていうのがいきなり磨製石器作って人間になっちゃったのが日本列島で均一の文化になったんだから、だから北海道に日本人より前に先住民はいないんですよ。むしろ日本人の土地をオホーツクにやられたんですよ。そしてその子孫のアイヌがのさばっただけですから、ええ、だから和人が侵入してアイヌ人をいじめたって言うけど、返せよって話ですから。あんたら北方から来てね、勝手に侵略者ですよ。アイヌ人の先祖はオホーツク文化人で、この人たちは侵略者なんですね。もともと日本人の土地なんですよ。そこに北方文化が来て、その子孫がアイヌ人で、でやれ和人にいじめられた子なんとか言うけど、返せよって話ですから。だからあのアイヌ人は原住民でも何でもない、先住民でもない、後からやってきた新しい人たち、800年前に成立した文化なんです。でアイヌ文化とオホーツク文化はまた違うんですよ。オホーツク文化はまたね、その源流になるものなんですけども、オホーツク文化と縄文文化が根血根血でね、この人たちが混ざり合った結果アイヌ文化ができたということなんです。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。